今日は任天堂の任天堂の3つの漢字を勉強します。では漢字クイズです。日本ではスーパーマリオのことをマリオと呼んでいます。ゼルダの伝説はゼルダ、スプラトゥーンはスプラと呼んでいます。ではとっても可愛いキャラクターが島でサバイバルするゲーム集まれ動物の森は何と呼ばれているでしょうか。ヒントはひらがな2つ漢字1つです。正解は最後に発表しますね。それでは任天堂の任、音読みは任、音読みは任、訓読みは任せる任す、訓読みは任せる任す。例文いきます。3回繰り返します。任務は遂行する、部下も守る。任務は遂行する、部下も守る。任務は遂行する、部下も守る。ジョジョの奇妙な冒険のセリフです。とってもかっこいいセリフですね。他の言葉も一緒に覚えていきましょう。こんな言葉もあるんだ、へえ知らなかったくらいで大丈夫です。任せる任せる任せる。任命任命任命。責任感責任感責任感。他の人から任された仕事をしっかりちゃんとやる人、そういう人を彼は責任感が強いねと言います。逆に責任感がない人だったら彼は無責任だよと言います。次は任天堂の天を覚えましょう。音読みは天、音読みは天、訓読みはアマ、訓読みはアマ。例文いきます。3回繰り返します。今日は天気がいいですね、今日は天気がいいですね、今日は天気がいいですね。日本では梅雨という季節があります。6月の雨がたくさん降る時期です。その季節になると晴れの日はレアな日です。そんな時に今日は天気がいいですねと言ってみましょう。日本人は天気の話がとっても大好きです。仕事のコーワーカーなどに今日はとっても天気がいいですよと話すと会話がコンティニューされるかもしれませんよ。他の言葉も一緒に覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。天国天国天国。天才天才天才。雨天決行雨天決行雨天決行。雨天決行の意味は天気が悪くて雨が降った場合でもイベントを必ずやるということです。雨の中で運動会、雨の中のフリーマーケット、雨の中の藤井風のライブイベント、全部雨天決行されます。逆に雨が降ってイベントをやらない時の言葉は雨天中止と言います。雨天中止。次は任天堂の堂を覚えましょう。音読みは堂、音読みは堂、読み方は音読みだけです。例文いきます。3回繰り返します。工場の食堂でご飯を食べる、工場の食堂でご飯を食べる、工場の食堂でご飯を食べる。大きい工場には食堂、カフェテリアがあります。私はパナソニックの工場で働いたことがあります。パナソニックの食堂はご飯が美味しかったです。この動画を見ている人も日本の工場で働いている人もいるかもしれません。よかったら私の工場のご飯は美味しい、あんまり美味しくない、まずい、とてもまずい、感想をコメント欄に書いてください。他の言葉も一緒に覚えてみよう。こんな言葉もあるんだくらいで大丈夫です。本堂
本堂、本堂、行動、行動、行動、正正堂々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 。言葉は長いですが、覚えやすい言葉です。意味は、卑怯なやり方をせず、態度が立派なことです。ワンピースで言ったら、主人公のルフィは、正正堂々。でも、闇の実の能力者、マーシャル・ディ・ティーチは、卑怯なイメージがあります。お疲れ様でした。では、最後にクイズの回答を発表するよ。正解は、あつ森、あつ森、あつ森。集まれのあつと動物の森の森を合わせた言葉だよ。日本人はこうやって長い言葉を短くする。これが略語だ。どちらかというと、略語、スラングの方が話すことが多いよ。友達に、集まれ動物の森ってゲームをやっていますか？と聞くより、あつ森やってる？って方がカジュアルだよ。だから、漢字の勉強と一緒に日本語の略語、スラングもたくさん覚えてほしいな。それでは、今日習ったことの復習をするよ。今日は3つの漢字を覚えたね。そう、任天堂の漢字、任天堂を勉強したね。今回は簡単だったかな？難しかったかな？よかったらコメント欄で教えてね。K は1週間に1本くらいのペースで動画をアップロードしています。あなたがもし漢字が苦手な人、漢字が嫌いな人、漢字を好きになりたい人であれば、チャンネル登録して次の動画を待っていてください。いいねしてくれると K はとっても嬉しいです。ではでは、今日のお勉強を終わります。では、K でした。